これ P 入んの嫌いな感じ。いや嫌いっていうか、まあやっぱあれはちょっとさ、なんだろう、どこまで話したいのこれ。ねえ、サッカー選手ってさ、何をしたらいけないんだろうね。もちろん犯罪はしちゃいけないじゃん、法に触れてるからさ、それは何言われてもしょうがないんだけどさ、法に触れてないことをして二度と使わないって言われてもさ、サッカーはっていう話になんない。プロとしてサッカーの評価じゃないの。それはどうなんですか。ねえ、それをしたことによってチームが乱れる。例えばじゃあ人のものを取りましたで、まあ犯罪には、まあ犯罪だけど、うちうちだから犯罪にはなりませんけど、仲間で来ますとか。喧嘩とかさ、ぶん殴っちゃったとかさ、とかだったらなんか気まずくなってなんかチームの輪を乱したとかだったらしょうがないかもしれないけど、けど別に個人の問題だから。例えばじゃあすげえ酒飲んで寝てたところをサポーターに見つかってサポーターにチクられましたってなったら、そこら辺とか難しくない。でもだって法にも触れてない、ただだって寝てた、酔っ払って道で寝てたとかさ、そんなやついるかもしれない、酒好きの人とかさ、ダメかな。でもそいつが恥かくわけじゃない。じゃあそれをじゃあコーチが見た、コーチが叩き起こして、お前こんなこと寝てんじゃねえよってなって、で監督に言って監督が使わないってことになる。好きはアルディレスから、アルゼンチン人で、まあアルゼンチン行っててちょっと会話もできたっていうのもあるし、自分ね、そんだけ若い時に使ってくれたっていうのもあるんじゃない。やっぱりあの練習中に監督も入って、まあうまいからさ、アルゼンチンマラドーナと一緒にやってる人だからさ、めちゃうまいわけだけど、俺とか使ってもらえなかったから俺は削りに行ってたもん、その監督一緒にやるからさ、そこに対してなんかみんな遠慮はしてたけど、俺とかは逆に削りに行ったのと、一回思いっきり削って帰れって言われて帰ったのね。それから使われだした。帰れって言われて、でもみんな、まあスタッフには帰んない、お前絶対残っとけよ、帰り謝りに行けみたいな、なんだろう、珍しかったんだよ日本人で。でそっからだね、めっちゃなんかいつも気にしてくれてるし、だからせっかく使ってくれたんだからこのチャンス生かさなきゃとかって思ってたら、なんかやっぱガチガチだった。逆にそういうのまだ若い時は思わなかったの、自分のペースでっていう風にコントロールできた方が多分いい方に行ったと思う。しかもそもそもさ、うちうちで起きた問題ってさ、うちうちは仲間じゃないのって俺ちょっと思ったんだよね、その時。なんでそもそも仲間で戦っていくやつがチクって、で監督に一生つかねえからって言われて出ていく羽目になるんだっていう。マジでねえんだ問題は。ってやつなんだよ、クソ。